申し訳ございませんけども、自民党筆頭副幹事長小泉進次郎様より激励の言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、カルマの皆さん、こんばんは。本当に大勢の皆さん、もうこんな環境での街頭演説はおそらく西川先生の地元以外ありませんよ。本当にありがとうございます。あそこからずっと握手はハイタッチで来た時には日光から来ましたっていう方もいてくれて本当にありがとうございます。中にはあなたの弟さんのドラマよく見てるよって言った方もいたけど、あれは私の兄です。私の方が老けてるし、そう間違えるのはよくわかる。そして今日は何と言ってもね、私はなんで今日から選挙のスタートの日に西川先生の地元に今日の締めくくりの演説に来たか。もうね、私の恩師が西川先生なんです。とにかく西川先生にお世話になって、農林部会長として一緒に農業改革やってきた中で、西川先生がいなかったら今の私はないから、この感謝をしっかりと伝えて恩返しができるのはこの選挙で、西川先生をもう一回国会に送り届けていただきたいと、私から西川先生の地元の皆さんに心からお願いしたいと思ってこうやってきたんです。ありがとう。特にお世話になったのは私だけじゃないんです。うちの親父もお世話になって、郵政民営化の時に西川先生が当時副大臣としても郵政民営化のことをいろんな形で支えてくれていなかったら小泉純一郎もなかったんです。そしてもちろん私も、皆さん地元の方、私が農林部会長の時に西川先生と私がよくツーショットでテレビに出ていることを 見ましたよね。あのおかげで私はだんだん西川先生に似てきたと言われて、西川先生はだんだん小泉進次郎に似てきたと言われて、そしてあの私と西川先生のツーショットは自民党の一つの伝統と文化を表してるんです。大先輩の西川先生と若造の私が一緒になって共に改革を進めて、時にいろんなことがありながらも最後は必ず前に進めてまとめて持ってってくれるから、だから農業改革も前に進んで、そして世界との貿易や投資のルールを作る TPP とかヨーロッパとのルール作りも西川先生がこれからも国会の場でそういった力を発揮する、そのチャンスを与えていただかなければ日本はやるべきことが前に進まないです。だからこの選挙戦、西川先生は敗者復活がないんです。これが他の選挙区の多くの候補者とは違うところで、他の選挙区の多くの方は負けても復活があるんですよ、比例復活が。だけど西川さんも私も小選挙区だけでしか立候補してないから、そこで負けたら終わり、そういう覚悟でこの選挙戦に臨んでるから、とにかく一票でもいいから、そういう差でもとにかく勝ち抜かなければこの地元のために活躍する場がないんです。そのためにも私はこれから西川先生とまた一緒に仕事がしたい。こういうヒリヒリした仕事ができる方はなかなかいませんよ。私は本当に政治の醍醐味、そして日本にとって農業、漁業、林業、
どんなに時代が変わったって人は食べなきゃ生きていけない。その食べる仕事を、食の仕事をやっているその多くの皆さんの幸せをどうやったら作ることができるのか、その食の大事さを教えてくれたのも私にとっては西川先生なんです。皆さんどうかこの選挙最後まで行方は分かりませんが、今日私が来た理由は一人でも多くの方に西川先生のことを支援する輪を広げていただきたいと思ったんです。どういたしましてありがとうございます。本当嬉しいですね。私がありがとうございますです。よく政治の世界で若ければ改革派と言われることはありますが、政治の世界見てると全く違いますよ。若くたって全然改革やらない支給派もいっぱいいれば、年が離れてたって西川先生のように時に激しく物事を変えるために体張って頑張ってくれる人もいる。だから私はこれからの日本のことを考えたら、若い人たちだけの力が必要じゃなくて、何歳になったって常に今よりも明日が、明日よりも明後日が良くなるためにどうやったら一歩でも前に進めることができるか、そういった発想を持っている方とともに日本の将来を考えていきたい。それができるのが西川さんなんです。今この選挙はいろんな動きが出てますよ。テレビの報道を見ればやれリベラルだとか保守だとかそんなこと言われてるけど、皆さんリベラルって何ですか、保守って何ですか。私はこれからの時代リベラルだ保守だとかそういったイデオロギーではなくて、右だ左だそういう発想ではなくて、やるべきことを前に進めていけるかどうか、それがこれからの政治に問われていて、それは農業だけじゃなくて経済のこと、社会保障のこと、北朝鮮をはじめとする世界の中での日本の立ち位置をどうすべきかという中でやらなきゃいけないこと、いろんなところでそういった現実に即して物事を前に進めていって、一つでも宿題を片付けて次の世代に私たちの日本を渡していこうじゃないですか。それをやるのがこれからですよ。目の前に子供たちが今日いっぱいいます。高校生もさっきあそこら辺いっぱいいてくれました。今回の選挙から18歳選挙権がこの衆議院選挙では始まって、若い人たちにとってもこの選挙戦を、日本がこれから2020年のオリンピック・パラリンピックのその先も見据えた政治をするのが一体どこなのかっていうことをちゃんと見てほしい。そして上辺だけの議論じゃなくて、腹の底から本音で物事を語ってるのが誰なのかっていうことを見極めてほしい。これからの時代、例えば憲法改正の議論とかもあるけど、この中で自衛隊のことを憲法違反だと思ってる人っていますか？ほとんどいないと思う。だけど憲法違反だと疑いがある状況がこのままでは変わらない。仮に憲法違反だと言っている人たちは、東日本大震災みたいなことがあった時に人命救助に駆けつけた自衛隊の皆さんに憲法違反だって言うんですかね。私は考えられないと思う。そして今回野党が立憲民主党とか希望の党とか無所属とかいろんな動きをしてるけど、もともとは自民党を倒せ、安倍政権倒せ、安保法制は憲法違反だ、そういったことをいろんなことを言ってきて、立憲主義の疑いが観点からは重大な問題があると言い続けてきたけど、今どんな立場になっちゃったんですか。そういったことを見たときに、私はこの選挙戦、今回の主張だけを見るんじゃなくて、今まで
どんな政治家としてのあり方を歩んできたのかという、今までの政治家としての身の処し方、生き方、そういったものが問われる選挙だと思っています。人生100年時代、今日も0歳から100歳の方がこちらにおいでです。おそらく100歳近くの方もいるんじゃないでしょうか。そういった人生100年時代の中で、これから人の一生を100年の単位で考える時代が日本は世界で初めてやってきた。そういった新しい時代に、医療をどうするのか、介護をどうするのか、子どもの育て方をどうするのか、年金をどうやっていくのか、100年対応できる形に変えていこうと言ってるのが、私たち今自民党なんです。そして子どもたちが多くいるけど、なぜ私が子どもの教育や保育をしっかりと支えるために子ども保険とか新しいことをやろうと思ってるかといえば、社会全体で子どもを支える国を作んなきゃいけないっていう思いです。最近では新しい保育園を作るって議論が起きると、赤ちゃんの声がうるさい、子どもの声が騒音だ、そういった声が出て、新しい保育園の建設がストップするようなニュースも出てきた。だけどそういう今の社会に私が問いたいのは、この中で赤ちゃんじゃなかったことがある人はいますか？そして一度も泣かずに育ってきた人はいますか？赤ちゃんの仕事は泣くことじゃないですか。だったらそういったことを温かく支える社会の環境を作っていくために、発想を変えて日本を前に進めて、高齢者の皆さんは100歳まで活躍できる、安心して暮らせる時代を、そして子どもたちはこれから自ら頭で考え行動して前を進んでいけるような教育の改革、一個一個やるべきこと、山積してるけど日本ができないことはありません。私も西川先生と一緒にこれからも国づくり一緒にやっていきたいと思いますので、どうか皆さん、この西川先生という自民党の中で、これからも私みたいな十分経験がないものを後ろでしっかりと支えていただけるような先輩を、この選挙で決して任すことのないような結果を皆さんどうか出してください。私から心からお願いを申し上げます。長い時間ありがとうございました。最後に、おとといまでのお祭りお疲れ様でした。ユネスコの無形文化遺産、いつか私も選挙が2日早ければそれを見てみたかったと思いますが、また来てください。ありがとうございます。来年、ありがとうございます。お祭りも政治も一人じゃできません。日本の政治、日本の未来、みんなで助け合って支え合って、困った時はお互い様、そんな思いを持った国づくりをしっかりと進めていきたいと思いますので、どうかこの選挙戦、西川晃也先生勝たせていただきますようお願いを申し上げまして、私から応援と返させていただきます。長い時間のご清聴、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。小泉先生、誠にありがとうございました。小泉先生と西川候補者、西川晃也候補者、それと今日は河津俊英さん、斉藤皆さん、諸保育園の保育士さんと揃って皆さんで西川晃也当選のために頑張ろう参照をしたいと思いますので、ご唱和のほどよろしくお願いいたします。諸保育園の河津俊英です。斉藤美奈です。大変厳しい戦いですが、私たちも西川晃也さんを応援しています。みんなで力を合わせ必ず当選できるよう最後の最後まで頑張りましょう。それでは
さんの緊張をお祈りして頑張ろうを行います。皆さん準備をお願いします。はい、いいよ。この国を守り抜く日本の未来のため、西川光也さんの当選に向けて頑張ろう。ありがとうございました。ありがとうございます。新宿の先生、自分の選挙区を留守にして今日は東京、埼玉、栃木、明日は茨城県だそうです。よろしくお願いいたします。